こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はどんなお話なの？今日はちびまる子ちゃんのトラウマ介護戦についてだ。トラウマ？あの平和でのんびりしたアニメに？信じられないわ。そうだな。ちびまる子ちゃんのアニメは子供でも安心して見られる内容だが、過去にトラウマを植え付けられる作品も中には存在しているんだ。そうなんだ。可愛くて平和なアニメだからこそ、恐怖が離れられなくなりそうだわ。よし、準備はいいかな。では、ちびまる子ちゃんのトラウマ介護戦を紹介していこう。それじゃ、ゆっくりしていってねー。まる子お化け屋敷に行く。最初に紹介するトラウマ介は、まる子お化け屋敷に行くだ。まるちゃんが夏休みに、デパートのお化け屋敷へお父さんのひろしと行く話だ。デパートのお化け屋敷って、今じゃあまり見ないよね。当時ならではの設定だよな。お化け屋敷に入った二人は真っ黒な通路を進んでいくんだが、まるちゃんは自分から行きたいと言い出したくせに最初からビクビクしてお父さんにしがみつき、この先何があってもまる子を離さないでねとお父さんにお願いするんだ。怖がりなくせに、お化け屋敷とか行っちゃうタイプなのね。まるちゃんはお化けが出てくるたびに、うわぁ、出たぁ、と涙目になりながら大騒ぎ。お父さんはそんなまるちゃんを見て、笑いながら出るぞーとからかうが、自分も通路の角を曲がるとき、お化けと正面から鉢合わせになるんだぜ。からかったから罰が当たったのね。お父さんがおお、と叫んだせいでまるちゃんもさらに怖くなってしまい、大泣きしながらパニック状態になってしまう。そして殺されると叫びながら走って逃げてしまうんだ。お父さんと離れちゃったの？大丈夫？案の定、お化けを怖がりすぎて、まるちゃんは腰を抜かしてしまうんだ。最後はお化けに抱きかかえられて非常口から出てくるという、恥ずかしい結末となるんだぜ。でもあのお調子者のまるちゃんがパニックで大泣きしている姿に、私も少し怖くなったわ。だがそれでも懲りないのがまるちゃんだ。お化け屋敷に行った翌日にテレビの怖い話を見てしまう。正真者のくせに本当に見たがりなんだから。ちょうどその日がお姉ちゃんと二人でお留守番の日。まるちゃんは一人になるのを怖がり、少しの物音や猫にでさえ怯える。そして極めつけは大雨と雷で停電してしまうんだ。こんな時に、真っ暗は私も怖いわ。この時もまるちゃんは大泣きしてその場にうずくまってしまう。夜眠る時にも、まるちゃんの脳裏には昼間見た怖い話のお化けが何度も何度もよぎる。やめてー、こっちまで怖くなってきたわ。まるちゃんの大泣きパニック姿とお化けの映像が結構怖くて、見ていた子供たちも怖がらせてしまった回なんだぜ。あんなにお化け屋敷で怖がっていたのにまた次の日に怖い話を見るなんて、全く学習せず懲りないタイプだね。お母さんが毎日怒鳴っている理由がわかった気がするわ。我が家にシロアリが。次に紹介するトラウマ会は我が家にシロアリがだ。シロアリって、お家を食べちゃう虫だったよね。その通りだ。ある日お父さんがお風呂に入ろうとすると、壁にひびが入っているのを発見。小屋なんだ？と壁を叩くと簡単に崩れてしまい、中を覗くと大量のシロアリがいたんだ。きゃー、鳥肌がやばい。家が崩れることを心配した家族は消毒をした方がいいと相談するが、まるちゃんだけは状況を理解しておらず、せっかく壁の中に住んでいるのにかわいそうだよとのんきなこと言い出すんだ。まるちゃん虫好きのくせに、シロアリの恐ろしさはわかっていないのね。だがお父さんに家が崩れるんだぞと言われ、やっとことの大きさに気づき、シロアリのせいで私ら一家が路頭に迷うよと言って涙目になるんだ。家が崩れるのを想像して怖くなったのね。そして学校でもブー太郎にシロアリ体験を聞かされて、もっと心配になる。さらに消毒屋の人にもこのまま行くと近いうちに崩れるでしょう。と言われ、まるちゃんはパニックに。近くで聞いていたおじいちゃんもパニック状態になるんだ。専門家の消毒屋さんに言われちゃったら、そりゃみんなパニックになるよ。後日、消毒屋さんによって無事シロアリは退治されたが、またしても事件が発生するんだ。何？おじいちゃんが、補修したての壁を指でへこませてしまうんだ。焦ったおじいちゃんとまるちゃんは周りのセメントを集めて、へこんだ部分をごまかすんだぜ。この二人は、いつも最後に余計なことするよね。だが修繕した箇所がボコボコになっているのを発見した家族は、まだシロアリがいるのではと心配になるんだ。まるちゃんとおじいちゃんのせいなのに、後でコテンパンに叱られるわね。そうだな。このアニメを見てシロアリの恐ろしさを理解した子供たちは、自分の家にもシロアリがいるのではないかと不安になったそうだ。これはなるよ。虫のせいで家が崩れるなんて恐怖でしょ。間違いないな。でもあんなに簡単に家の壁って壊れるんだな。木造の家なら特に壊れやすいのかもね。小さい虫だからって油断できないわ。まる子大パニック。続いて紹介するトラウマ会はまる子大パニックだ。大パニックとついてる時点で嫌な予感。これはまるちゃんがたまちゃんと公園で遊んでいる時に、
公衆トイレから女の子の泣き声が聞こえてくるんだ。え？怖い。念のためトイレを確認するが、そこには誰もいなかったんだ。まるちゃんは気になりながらも帰宅し、大好きなオカルト本を読んで就寝。だが公園のトイレから聞こえた女の子の泣き声が気になり始める。実は今もトイレの中に閉じ込められているのでは、と心配になって眠れなくなるんだ。本当に閉じ込められてたら大変な事件だもんね。朝になって学校に向かう前に、昨日の公園のトイレを確認しようとしたまるちゃんだったが、ブー太郎とハマジに見られてしまい、朝から腹痛か？とからかわれ、結局確認することができなかった。小学生の男子ってトイレ系のネタが好きだもんね。ほんとしょうもない。そして放課後になり、まるちゃんは図書館でオカルト本シリーズの続きを読んでいたが、夢中になりすぎて気がつくと下校時刻になっていた。トイレに寄ってから帰ることにしたまるちゃんだったが、トイレから出ようとしても鍵が壊れて、ドアが開かなくなってしまったんだ。それってまるちゃん閉じ込められたの？そうなんだ。パニックになったまるちゃんはなんとかドアを開けようと試みるが全く開かない。大声で叫んでもドアを叩いても下校時間を過ぎているため、校舎に残っている生徒もいない。最悪の状況だわ。その頃家族は全然帰ってこないまるちゃんを心配し始める。おじいちゃんに関してはパニック状態だ。そうよね。可愛い孫が帰ってこないんだもん。まるちゃんもなんとか助けてもらおうとトイレの窓からも叫んだりするが、大人たちには気づいてもらえない。絶望を感じたまるちゃんは家族を思い出して、一人一人に感謝の気持ちを伝えていく。亡くなる前の人みたいになってるわよ。でもそれくらいまるちゃんにとっては恐怖だったのかもね。さらに図書館で読んだオカルト本の内容も頭によぎったまるちゃんは、再びパニックになるんだ。嫌なタイミングで思い出しちゃったねー。まるちゃんが泣き疲れて叫ぶ力がなくなった時、廊下から足音が聞こえてきたんだ。学校の先生？その通りだ。まるちゃんは死神が迎えに来たよと諦めモードでつぶやくが、本当は見回りの先生がトイレの前を歩いていたんだ。それに気づいたまるちゃんは最後の力を振り絞り、お願い、助けてと叫ぶ。そしてやっとその声が届き、トイレから助け出されるんだぜ。はぁ、よかったわ。ドキドキしてすごい汗かいたわよ。一方、まるちゃんの家族は誘拐されたのではとパニックに。みんなで手分けしてまるちゃんを探すが見つからない。お父さんが帰って警察に電話するぞと家に戻ろうとした時、学校の先生におんぶされているまるちゃんを発見。まるちゃんもお父さんを見つけ、お父さんと泣きながら走ってお父さんに抱きつくんだ。うるっと来ちゃったわ。トイレでずっと一人怖い思いをしたからね。そうだな。だが先生からトイレに閉じ込められていたと聞き、お父さんとおじいちゃんは腰を抜かしてしまうんだぜ。そりゃそうよ。最悪の事態を想像していたのに閉じ込められていたって、力抜けるわよ。でも学校のトイレに閉じ込められるのは、子供たちからするとかなりトラウマになる話だと思うぜ。確かに、今後トイレに入るのが怖くなりそうだわ。閉じ込められるだけじゃなく、本当に幽霊も出てきたら笑えないよな。マルコゴキブリを怖がる。次はマルコゴキブリを怖がるだ。ゴキブリは恐怖レベル最強の存在よね。夏休みでいつも以上にダラダラ過ごすまるちゃん。部屋も散らかり放題で、お母さんやお姉ちゃんに叱られる。しぶしぶ部屋の片付けを始めたまるちゃんだったが、ポテトチップスの袋からゴキブリが出てくる。いやぁ、急に出てくるからゴキブリって嫌なのよ。ゴキブリを見たまるちゃんは泣き叫び、大パニックになる。だがお姉ちゃんに、散らかしたまる子が悪いんだからあんたが退治しなさいと言われ、ビクビクしながら殺虫剤を持ってゴキブリを探すが、怖すぎておじいちゃんに助けを求めるんだ。おじいちゃんもまるちゃんに振り回されて大変ね。二人で騒ぎながらも、なんとかゴキブリを退治することに成功。安心したまるちゃんだったが、再び脱衣所でゴキブリと再会。お父さんに助けを求めるが、お前一日中ゴキブリのことばっかだな、このゴキブリ女。と言われ相手にしてもらえず、今回もおじいちゃんにゴキブリ退治してもらい、なんとかお風呂に入ることができたんだ。まるちゃん、ゴキブリにつきまとわれているわね。だがほっとしたのもつかの間、今度はお姉ちゃんと台所に行った際に2匹のゴキブリと遭遇。気づかれないよう静かに冷蔵庫へ向かうが、うっかり茶筒を落としてしまい、ゴキブリが飛び回るんだ。最悪すぎ。奴らは気持ち悪いくせに飛ぶから本当に厄介なのよ。二人が怯えていると、お姉ちゃんのスカートにゴキブリがくっつくんだ。お姉ちゃんは発狂し大暴れ、まるちゃんも大暴れしたお姉ちゃんに突き飛ばされ、頭を打つ。二人はそのまま魂が抜けたかのように気絶状態になるんだぜ。あんな冷静なお姉ちゃんが、そりゃゴキブリがくっついたら誰でもパニックにもなるよね。まるちゃんとお姉ちゃんはお母さんに対して、本格的にゴキブリ退治してよ、このままじゃこの家にいたくないよ、と言って泣きながら訴えるんだ。
こんなに一日に何度もゴキブリに出会うなんて私も耐えられないわ。こうして桜家はゴキブリ退治によく効く宝山団子を作り、ようやく平和が訪れるんだ。まるちゃん、よかったわね。そして夏休みが終わり、まるちゃんが学校へ行くと、同じクラスの中村くんが、夏休みの自由研究で使った大量のゴキブリを持ってきていたんだ。いやだー、ゴキブリを研究するなんて、他に研究することなかったのかしら。そう思うよな。しかも最悪なことに、そのゴキブリが授業中に逃げ出す大ハプニングが起こるんだ。悪夢だわ。クラス中がパニックとなり、中村くんは責任取れよと強く責められることに。これは責めたくもなるわよ。よりによってゴキブリを逃がすなんて。その日の夜中にまるちゃん家に中村くんから、お母さんに叱られた、宝山団子の作り方を教えてくれよ。と泣きながら電話がかかってきて、寝ぼけながら宝山団子のレシピを教える。最初から最後までまるちゃんはゴキブリに振り回される結果となるんだぜ。こんなカオスな話を作るなんて、さすが桜ももこ先生ね。それにしても、中村くんはどうやってあの大量のゴキブリを集めたのかしら？不思議だよな。虫取り網を使って街中を探すにしても、かなりの労力だからな。その情熱をもっと別のことに注げばいいのにね。食用カエルで大騒ぎ。最後に紹介するトラウマ会は食用カエルで大騒ぎだ。カエル？私カエルも苦手なのよね。これはクラスメイトの浜地が、食用カエルがブー太郎の顔ほどの大きさがあると説明するが、誰も信じない。そこで真実を証明するために、浜地が食用カエルを捕まえてくると言い出したので、まるちゃんも一緒についていくことにするんだ。変なことにいつも関わるんだから。放課後になって、みんなで食用カエルが住む沼に行く。その沼は不気味な雰囲気で、女の人の幽霊を見たという噂もあるんだ。そこまでしてカエルを捕まえたいなんて、頭おかしいわよ。怖くなったまるちゃんはもう帰ろうよとお願いするが、食用カエルが本当にいることを証明したい浜地は、バカなこと言うなと探し始めてしまうんだ。そして見事に匹の食用カエルを捕まえることに成功。生き物がかりとして一匹をまるちゃんが家に持って帰るんだ。カエルが大きすぎて気持ち悪い。こんなの持って帰れる神経がわからない。確かに可愛いサイズではないな。家ではお姉ちゃんが大パニックに。さらに食用だと聞いてもっとパニックになるんだ。お姉ちゃんに同情するわ。私もこんな妹嫌よ。次の日、学校に食用カエルを持って行ったまるちゃん。クラス中がその大きさにびっくり。だがここでハプニングが発生するんだ。嫌な予感しかしないわよ。移動教室でいない間に、2匹のカエルが水槽から逃げ出してしまうんだぜ。やっぱりね。最悪な事態は絶対に起こると思っていたわよ。クラスのみんなで学校中を探すが、逃げ足の速いカエルをなかなか捕まえることができない。そのせいで学校中に悲鳴や叫び声が響き、カエルに驚いた拍子に消火器は噴射し、さらには給食をぶちまけるなど、学校中が大騒ぎになるんだ。あんな大きなカエルが飛び出してきたら誰でも驚くわよ。最終的には長沢くんの顔にカエルがくっつき、驚いた長沢くんが火災報知器のベルを鳴らしてしまうというとんでもない事態にまで発展。まるちゃんのクラスの先生は学校中に頭を下げて謝るんだ。嫌なクラスの担任になっちゃったわね。その晩、家で学校での出来事を家族に話すまるちゃん。お父さんとおじいちゃんは大爆笑。まるちゃんは疲れ切ってもうゴリゴリだと感じた瞬間、食卓に一匹のゴキブリが、みんなびっくりして、ご飯をぶちまけたりお酒をひっくり返したりと大騒ぎになるんだ。学校でも家でも騒動ばっかり起こるわね。結局カエルの行方は分かっていないから、またひょっこり現れるかもしれないぜ。迷惑な話だわ。カエル恐怖症になりそう。顔にくっついたり飛びかかってくるシーンは大人でもトラウマになりそうだぜ。浜地もブー太郎も沼では捕まえていたのに、なんで学校では捕まえられないのよ。こういう時こそ男気を見せてほしいよな。今回はちびまる子ちゃんのトラウマ介護戦について紹介したぜ。どれも強烈だったわ。お化けから身近な学校のトイレ、ゴキブリに帰るまでトラウマばっかりよ。まるちゃんが終始ずっと泣き顔パニックだったもんな。自業自得な部分もあるけど、いつものんきなまるちゃんが大泣きすると、なんだか怖くなるわね。たまに今回のような物語が放送されるが、普段はもっと穏やかなまるちゃんだから安心してくれ。やっぱり平和なまるちゃんが一番いいわね。ってことで今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。みんなが思うトラウマ回も教えてくれたら嬉しいぜ。面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、まったねー。